い、海くん海くんチャンネル。こんにちは、海くんです。やってまいりました、ドラゴンクエストモンスターズスーパーライト。ライト、こないだ新規始めた人用の S ランク確定みたいな、その時に始めました。僕の S ランクはホワイトキングが当たりました。まあそれはね、今回いいんですよ。もう大のスライム好きなんです。もう丸くてポワポワした、もうぽっちゃりぽっちゃりしたものが好きなんですけれども、なんとスライムベホマズン進化ウルスラ実装されましたね。今日はウルスラを作ります。まあウルスラちゃんちょっとね、顔のバランスがちょっとおかしいんですけど、まあでかいんでいいですわ。ウルスラ作りましょう。さあこれが私の最近のパーティーでございます。イエイ、このベホマズンのもうボヨンボヨン感、お前はもっとボヨンボヨンになるんだ。転生するんだ。やったー、やっとモルトゲットよ。いや、テリーのワンダーランド小学校の時にやってたね。あの時のワクワクをね、この思い出せるっていうのはこのゲームの良さ。引き継げる時、上から特技3つ、よっしゃ転生させます。やったー、降ってきたよ。天空の城ラピュタだ。やっぱり顔のバランスがおかしい。でもめっちゃ可愛い。でもなんで緑色から青になったんだろうね。可愛すぎる。牧場に行ってみよう。うわー、でけー、すげー、でかすぎるよ。あなた、ちょっと壇上行ってみようよ。壇上、気合伝授だからね、すぐ殺されちゃったらダメだから、とりあえずレベル上げれそうな素材、あ、こいつにこいつでレベル上がるっしょ、少しは。気合伝授、壇上に入った時にどれぐらいの大きさなのかを確認したくて。うわ、すげえ、なんじゃこりゃ。ほらほら、ダイヤー、まだまだじゃの。おいやー、すげー、ウルスラ半端ねー。あ、37まで上がった。でけー、見てこれ、もうグランスライムもタジタジやで。これこっち向きの絵、あー、いいねいいねいいね、こっち向きの絵でかいねー。 OK です。ということで、これからウルスラを育てたいと思います。まあ多分レベルの結構条件が低い、70ぐらいでしたっけ、75でしたっけ、ちょっとわからないですけど、80とかではなかったような気がするんで、ウルスラにウルスラをこう合成したら上がりますよね、限界値。まあそんな感じで頑張っていきたいと思います。じゃあ皆さんも素晴らしいドラゴンクエストモンスターズスーパーライトライフをね。それではね、グッバイ。